おはようございます。2010年8月9日月曜日6時5分になりました。今日からまた新しい1週間始まりますね。天気の話ばっかりしてますけども、まだ京都町は雨降りません。もう10日ぐらいですかね、全然雨降ってない。一瞬チラッとだけ降ったんですけど、もうすぐ乾いてしまったんで、まあなんとかしてくれよって感じですけども、さて今日のニュースは見ていきたいと思います。まずはこれですね、2015年までの行動計画作成 APEC 成長戦略会議閉幕ということで、APEC っていうのは、アジア太平洋経済協力会議ということで、アジア地域プラスアメリカ、カナダとかですね、その辺の国々が集まって、経済的に、どうしよう、こうしようとかみたいな話をするわけなんですけれども、で、それがですね、閉幕をされて、で、要はこのアジア、今いろんなとこが注目されているように、すごい急成長している国がいっぱいあるわけですね。で、その中でどうやってこう、具体的にはそれぞれの国がどんなことをやって、で、世界的な経済をどういうふうに安定させるかとかですね、あとその急激に成長することによって、またバブルが弾けたみたいなことがなっちゃまずいんで、その辺をどういうふうにやっていくのかとか、いろんな課題って実はあるんですよね。で、それからどんな分野でどういうふうにやっていくのかとか、当然その環境の問題とかもこう重ね合わせて考えないといけないというのであるんですけれども、ただですね、今回この中でそういうその成長戦略の中で APEC が重要な立場にありますよっていうことは言ったんですけれども、議長声明があったんですけども、ただ具体的にはじゃあ何をどうするのかという話ですね。それについてはまだ固まってないということで、それは先送りにされた形になって、次ですね、11月実は横浜、日本が、議長国となって開催されると。その中でどうやって日本がですね、議長国として振る舞うのか、で、最後その議長国なんで、議長の声明というのを発表しないといけないんですけども、その辺をどうまとめるのかっていうので、なかなかですね、その主催国としてですね、これを取りまとめていく責任がのしかかってくるわけですけれども、この辺をどうやっていけるかっていうのが非常に、ある意味日本のね、立場をこう示すいいチャンスでもあるので、この辺はね、なんかうまくできればなというのは思ってますけれども、さてどうなのかなというところで、その一方ですね、一方というか、これもね、難しいところなんですけども、次こちら、政治関係のところで、菅さんの、菅総理大臣の話ですけれども、核抑止力は必要の発言に矛盾ということで、広島の原爆のですね、平和記念式典の時に、その首相としては、その核のない世界を目指しましょうみたいな挨拶をしといて、その後ですね、記者会見で、核の抑止力は必要という発言があったということで、なんか言ってることが1日の午前中と午後でなんか言ってることちゃうやんけみたいな話になってるわけなんですけれども、これはですね、非常に難しい話ですよね。で、核が良くない、核はない方がいい、さあその通りなんですよ。しかし一方で、じゃあそれをなくした後どうなるのかっていうところまでこう考えないといけないんですよね。で、今の確かになんだかんだ言いながらも、核の抑止力によってその世界的ないろんなバランスが保たれていることも事実であって、このあたりがですね、じゃあなくした後どうするのよっていうところまでしっかりこう考えていかないと、その
本当の議論ができない状態にあるんじゃないかなと思うんですよね。でこれでこれ特にその、まあ、話拡大するわけじゃないですけども核の話だけじゃなくて例えば環境破壊は良くありませんとかですね、資源の無駄遣いは良くないですよとかガソリン車は空気を汚してますから電気自動車にしましょうとかでまあ資源の無駄遣いダメだからその分別ゴムにしてこう出しましょうとかエコはいいことですよとかまあいろんな話それは確かにその通りです。それにこうね真っ向から歯向かうって難しいです。でもですねじゃあそれを実現するためにそれをやればいいのそれをなくせばいいのそれを作らなければいいのっていうと果たして本当にそうなのっていうところのその次のステップですよね。それをやった後どうなるのよと。それを解決できるの本当にそれで他のものは矛盾なく動くのっていうところまで踏み込まないと本当の議論にはならないというところがあってこのあたりをですねやっぱり乗り越えないといけないところに来てるんじゃないかなと。じゃあ本当はどうすべきなのかって次のステップの段階までしっかり踏み込んで議論しない。ただ言い悪いだけを言っててももうですねさっきの APEC の会議なんかでもそうですけども通用しない状況になってるということをやっぱりですねみんながこう考えて動かないといけないんじゃないかなと思います。ということで、ちょっと11分回っちゃいましたけど6時11分回りましたが今日月曜日また新しい1週間のスタートです。元気で頑張ってやっていきましょう。ではまた。